はい、5月の11日、木曜日、はい、はい、朝のダチョウの見回りに行きます。行きます。暑そうですね、はい、私が今日はなんか24度。あ、まだまだって書いてあった、うんうん、最高気温が。よし、はい、皆さん音声を聞いてお気づきかと思いますが、ピンマイクが復活しました。復活しましたね。しばらくちょっとなかったんですけど、まあ、ない動画もそんなに対して音声が悪すぎたというわけではなかったと思うんですけど、うんうん、あやばい、ね、だんだん気が強くなってきて、映してる人の影が丸わかり。あ、はいはい、しっかりと日焼け対策というかですね。暑い時もこれいい接触冷感です。いい感じです。はいはい、また後でね、だらしちゃんね、ご飯もらった、あげてない、あげてから行くわ。にゃん、にゃん、ちょっと汚れてる。毎回猫はどんだけの量を食べるんでしょう。規制量があるからそれ、あれがいいな、勝手に時間が経つと出てくるやつ、自動給餌器。あれがいいですね。よし、ということでいきます。はい、もうすでに暑い、日差しが強い、雲の威力が上がりそう。はい、雲がないです。本当にいい天気ですね。はい、本当にすごい。はい、毎度クルモンが重いんですよね、片手なのね。はい、よし、もうこれはほぼできたのかな。あともうちょっとですね。姉ちゃんさん、はよう。別れる？別れ、どっちでも。なくていいや。はい、なくていい。はい。おはよう。あ、卵。おはようございます。おはようございます。よいしょ。またこのところ毎日産んでるね。いいですね。今日のはしなんか長細い、そう。14番が生えたヒナはどんな感じなの？うん、でも普通に足が太くてしっかりしてるイメージがあります。頑張れ。あれ、あ、14じゃない、え、12、間違えた、12だ。ナチュラルに間違えました。よいしょ、12番もちゃんとヒナが帰ってる。おとなしい子が帰るでしょう。水を直飲みする人が増えますね。あかん、でもではオスの性格、特性
性はオスから遺伝じゃなかった？そうなの。メスか。なんか産みそうな感じ。そう、昨日やっと TikTok の、はい、その中から音が聞こえてくる、もうすぐ生まれそうに気づいてくれた、うん、ポケモンだって一人。わあ、なかなか。やっと気づいてくれたよ。俺が毎度何かしらのネタをぶち込んでるのに気づいてほしいんだよ。気づいてコメントしてくれる人はなかなかいないよね。あの、気づいてる人はいるかもしれないけど。おはよう。おはよう、パクコちゃん。こんなところで。乗れそう。確かに。乗るかい。チャレンジ。もうすぐ向こうにいるけど。パクコちゃんの信頼を失いたくないわ。パクコちゃん。立って。あ、何かを刺した。おはよう、パクコちゃん。いや、乗ってもね。パクパクパク。乗れそうで、なんか、なんか、え、乗る？またがえそう？危なくなければ。またがって、あ、降っちゃった。ね、何かを刺した。ねえ、乗られるの嫌だよね。ごめんね。この子はね、すごいおとなしいね。すごいおとなしい。ああやってお腹を撫でても嫌がらないです。いいよ。あ、でもなんか乗られるっていう気配をさしたみたい。はい、わかんない。でも思い切ってえいってすぐ乗っちゃえば乗れたのかな。でもちょっと勇気がまだ出ないですね。そうよね、だって怖い。うん、乗れたとしてどう降りんのって。そう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 、この高さにさ飛び降りなきゃいけないよね。ねえ、パクコちゃん、急に凶暴化するかもしれないしね。おうち降りろーみたいな。そうそうそう。はい、暴れ馬。でも今チャンスだったかもね。オスがあっちにいるから。やっぱりメスよりオスに乗りたいよね。ああ、見た目的パワー的に。パワー、うんうん。ごめんね。はい、行きますか。そう、かわいいね。パクパクするのは何か意味があるのかね。うん、本当にもう本当のところはダチョウに聞かないと分かんないけど、今度聞いてみるか。ピンマイクあげるよ。パクパクパク。でも多分好意だと思っています。このパクパクがさ、うん、全部モールス信号だったら面白くない？賢すぎない？私もモールス信号全部分かんない。濃すぎて、でもちょっと怖い。実はこのパクパクの数で更新中。こっちから行こう。モールス信号を操るダチョウがいたら面白いね。うん、うん、人間とも会話ができる。そうだね。人間はどうやってやったらいいんだ。人間やっぱカチカチじゃない？カチカチとか。例えばあれなんでしょう、うん、あのフランキーもらうのは後日なんでしょう、はいはい、きっと。あ、そうですね。一緒に来ないもんね。うん、一緒に持ってくるのは大変だから。はい、ひなちゃんおはよう。あ、ショーンじゃん。そうか、ショーン移動したんだ。ショーン移動した。26人います。オスがメスにアピールしてる。頑張って。ガン虫。まあ、いつものことですね。踊ってる間って本当に何も分かってないの？うん。
一心不乱に頭を打ちつけてるのね。もうその時は一生懸命だから危ない危ない。33、ダメな。いや気になるよね、こんなとこにいたら気になるよね。はい、あ、すご、はい、すごくいい卵。これはきっと新しく来た子だね。もともといた子と年の初めに来た子がいるんですけど、うんうん、これは新しく来た子だと思う卵。なぜ若い、見覚えがあります。すごい。もともといる子が産む卵もちょっと特徴があります。また聞き卵に挑戦ですね。ね、リラックスしてるね、あの子。羽繕いしてる。うん、あの今砂浴びしてた。はい、いい。と緊張してるいい、はい。あれは追っかけてる。なんか行きそうな感じだけど、メスが座らない。うん、まだダメそうだ。新しいパドックをさ、はい、掃除したんですよ、農場長と。うんうん、ありがとうございました。その、なんていうの、ん、小屋があるじゃない、あ、うん、小さな小屋が、はいはい、あそこにさ、ムクロが、あ、うん、あの、聞いた。やばいよ、はい、骨だまりみたいなのがあってさ、何年前あ、でも私来てからそこ使ってないから3年以上は前ということです。4年前なのか。きっと多分ね、そこら辺のキツネだかタヌキだかがいたんかなと思いますけど。 あそっちかね。ここは今シルバーさんに整備してもらってます ね。あ、ここもやった。あ、うん、すんごいわけわかんないツタがいっぱい生えててね。あ、大変だったよ。ありがとうございます、綺麗になって。で、そのうちはですね、新しい仲間が増えますね。はい、仲間が増えるということは日曜日の仕事が増えるということだ。そうだね。で、餌の減りも早くなる。ちょっとじゃない、ちょっとあとはダチョウの子たちはいいけれど、別の子たちは別の餌そうを用意しなくちゃいけない。え、またあのレシピが増えるってこと？いや、でも少ないからあの攪拌機ではやらなくていいんじゃないかな。既製品があれば買っちゃいたいですね。チモシーみたいな。あ、そう、少ないからね。ウサギの餌じゃん。はい、2羽でもね。そう、ひなしゃですね。はい、ということで朝の牧場見回りでした。はい。